今回は、完成の改革と、18世紀の反省改革。それと、百姓一揆の範囲でやっていきます。まずは、土屋文明先生のサクナビクスを15分間勉強しなさい。じゃあ、やっていくから。1、完成の改革を主導した老中は誰か。また、この人物は、どこの藩の藩主か。また、この時の将軍は誰か。答え。 完成の改革を主導した老中は松平定信です。彼は白河藩の藩主です。将軍は十一代将軍の徳川家成。なお、松平定信は徳川吉宗の孫です。背景の画像は東京都の霊源寺にある松平定信のお墓です。彼の老中としての実績は評価が分かれるけど、白河藩の藩主としては間違いなく名君でした。老中退任後も、 白川藩の藩主として、その能力を遺憾なく発揮して、藩の財政を潤しています。二。完成の改革で、旗本、御家人の救済のため、彼らの借金を破棄させた法令の名称を答えよ。また、借金を破棄させられた側の名称を答えよ。もう一つ。この法令は、何年以前の貸金を放棄させるものであったか。答え。完成の改革で、 旗元御家人の救済のため彼らの借金を破棄させた法令は禁令です借金を破棄させられた側の名称は札差し札差しは蔵宿とも言います禁令は6年以前の貸金を放棄させるものでした3完成の改革で江戸に流入した人々に金銭を与えて機能させる法令を何と言うか答え江戸に流入した人々に金銭を与えて機能させる法令は 機能例です 4. 協作対策や米価調整のために米を貯蔵することを何というかまた幕府が諸藩に対して行ったこの制度は1万石につきどの程度の米の貯蔵を行わせたものかもう1つ各地に設けられた米の貯蔵倉庫で地域住民が拠出した倉庫と富裕者が拠出した倉庫をそれぞれ答えよ。答え強作対策や 米価調整のために米を貯蔵することを囲い米と言います。幕府が諸藩に対して行った囲い米は、1万石につき50国の米の貯蔵を命じたものです。各地に設けられた米の貯蔵倉庫で、地域住民が拠出した米で作られた倉庫は、社倉です。富裕者が拠出した米で作られた倉庫は、偽装です。5。町入り用の節約分の7割を積み立てて、貧民救済にあてる制度を何というか。また、 江戸の治安維持などのために、無宿人を収容して、職業訓練を施し、再就職を斡旋する施設を何というか。また、その施設はどこに作られたか。答え。町入り用の節約分の7割を積み立てて、貧民救済にあてる制度は、七部金積み立てです。町入り用の7割じゃなくて、節約分の7割だから気をつけて。江戸の治安維持などのために、 無宿人を収容して職業訓練を施し就職を斡旋する施設を人足寄せ場と言います人足寄せ場は石川島に作られました6完成の改革で出された政治の批判や風俗を乱す出版物を禁じた法令を何と言うかまたその法令で弾圧された人物と作品名と作品ジャンル名を答えよ答え完成の改革で出された 政治の批判や風俗を乱す出版物を禁じた法令は出版統制令です。その法令で弾圧された人物は三等教伝と小井川春町。作品名は三等教伝は仕掛け文庫。ジャンルはシャレボン。小井川春町はキンキン先生映画の夢。ジャンルは奇拍子です。のお、この一件で出版元の蔦屋周三郎は財産の一部を没収されました。7 聖堂学問所で朱子学以外の講義を禁止したことを何というかまた完成の3博士を全て答えよもう一つ聖堂学問所はその後幕府直営の学問所となるがその学問所の名称を答えよ答え聖堂学問所で朱子学以外の講義を禁止したことを完成医学の金と言います完成の3博士は芝野立山尾藤二州岡田幹線です 岡田戦は後退任して古賀政理に変わりますまた聖堂学問所はその後幕府直営となって昌平坂学問所と呼ばれました8行為についていない人物に上皇の称号を与えようと幕府に求めたけど松平定信の反対で実施できなかった事件を何というか答え行為についていない人物に上皇の称号を与えようと幕府に求めたけど松平定信の反対で実施できなかった事件は 豪一見ですこの事件の結果朝廷と幕府の関係が悪化しました9この時期軍備と沿岸防備の強化を主張したが幕府に警戒されて処罰された人物を答えよまたその人物が軍備と沿岸防備の強化を主張した著書の名称を答えようもう1つこの人物が処罰された数ヶ月後に日本に通称を求めて来日した人物名と来航した場所 西暦はそれぞれ答えよ答え軍備と沿岸防備の強化を主張したが幕府に警戒されて処罰された人物は林紙兵です林紙兵が軍備と沿岸防備強化を主張した著書は開国兵団林紙兵が処罰された数ヶ月後に日本に通商を求めて来日したのはラクスマンですラクスマンは1792年に根室に来航しました10 18世紀に反省改革を行った藩主で熊本藩の藩主の名と設立した藩公名をそれぞれ答えよまた米沢藩の藩主の名と設立した藩公名を答えようもう一つ秋田藩の藩主の名と設立した藩公名を答えよ停止ボタンを押して答え終わったら次へ進みなさい答え18世紀に反省改革を行った藩主で熊本藩の藩主は 細川重方。犯行は、自習館です。米沢藩の藩主は、上杉春則。犯行は、工場館。秋田藩の藩主は、佐竹義政。犯行は、明徳館です。それぞれの藩の位置を地図で確認しておきなさい。11、17世紀に見られた、村役人や豪能が、単独で年貢の減免を領主に直訴する百姓一揆の形態を答えよう。また、 直訴した人物は死刑となるが、そのような人物は死後農民からどのような名称で呼ばれたか。答え17世紀に見られた村役人や豪農が、単独で年貢の減免を領主に直訴する百姓一揆の形態は代表を裾形一揆です。直訴した人物は死刑となるけど、そのような人物は死後農民から擬民と呼ばれました。下大佐の国の桜藩の桜宗五郎は擬民で有名です。12 18世紀頃から見られるようになった、農村が広範囲に団結し、領主に豪祖する百姓一騎の形態を答えよ。また、領主側に、一機の首謀者が発見されないようにするため、中央から放射状に名前を連ねて書いた書状を何と呼んでいるか。答え。18世紀頃から見られるようになった、農村が広範囲に団結し、領主に豪祖する百姓一騎の形態は、僧略姓一騎です。領主側に、 一機の死亡者が発見されないようにするため中央から放射状に名前を連ねて書いた書状はからかさ連判状です。13。幕末に多く発生した社会変革を要求する百姓一揆の形態を答えよ。答え。幕末に多く発生した社会変革を要求する百姓一揆は世直し一揆です。14。農民や町人が金融業者や米商人や名主などを襲撃して。 家屋などをを破壊する行為を何というか。また農村内の格差の拡大を背景に農村内で起きた村役人の不正に対する尊敬改革要求を何というか答え農民や町人が金融業者や米商人や名主などを襲撃して家屋などを破壊する行為は打ち壊しです農村内の格差の拡大を背景に農村内で起きた村役人の不正に対する尊敬改革要求は村方騒動です 生産地の百姓や在郷商人が近隣の農村を巻き込んで、株仲間などの流通の独占などに反対して奉行所に訴えた合法的な訴訟による闘争を何というか。答え、生産地の百姓や在郷商人が近隣の農村を巻き込んで、株仲間などの流通の独占などに反対して奉行所に訴えた合法的な訴訟による闘争は、告訴です。ただ、19世紀以降に見られる闘争なので、完成の改革よりも後になります。 時期に気をつけなさい。今回の範囲はこれで終わりです。完成の改革は共通テストの出題頻度が高いので完璧に覚えましょう。あと映像教材での勉強が慣れてきたと思うけど学習の目的を忘れてはダメ。この学習はサクナビクスのどこに何が書かれているのかを覚えることだったはず。単なる一問一答にならないように注意しなさい。コンスタントに8割以上取れるようになったら次の回に進みなさい。 じゃあ、次の回で待ってるから。